一緒にハマりませんか？ただいまより第39回の放送開始に先立ちましてスターティングメンバーをお知らせいたします。1番 MC 永井、2番ゲスト黒木。なお、この番組のスタッフはディレクター以上の1子により行われます。お待たせしました、永井真理子のようこそ一緒にハマりませんか？放送開始でございます。はい、番組開始時刻は20時2分半。長井のホームグラウンド長井スタジアムへようこそ。まこと、今日は久しぶりのゲストがいらっしゃいます。さらきほのかちゃんです。みなさんこんばんの中です。お願いします。ありがとうございます。久々。ほのけは約3年ぶり？そう。らしい。らしい。第5回の放送に出させていただいてたっていうのを、うん、今日私もあの、うん、マネージャーさんから聞いて。おぼぼぼぼ。そう。おぼぼぼぼ。知ってっていうか、まあ当時知ってたはずなんだけど。そんな初期の方に呼んでくれてたんだマリコちゃんと思って。そうだよ、嬉しくなりました。本当に初期の初期だよ。そうだよね、まだ一桁の時だからね、うんうん、いや嬉しいな。もう今日は39回ということでね。すごいよ、うん、嬉しいな。またほのけに会えて体感3回くらいゲストに来てるってコメントを見たんですけど、こんなやつが他にもいてたまるかって言うんですよ。それぐらい濃いってことだよね。嬉しい。そうそうなの、うん、前回ほのけが来てくれた時はまだ長スタのユニフォームが1着しかできてなくて、してなかった私。デビューです。そうなんです、デビュー戦。イエーデビュー戦。背番号もらいました。あ、何番ですか？あ、13番だ。マリコって書いてある。お揃い。お揃い。そうです、お揃い。似合ってるって。ありがとうございます。いい、ね、ありがとう。あざますあざます。いや。ちょっと待ってよ。あのさ、あのね、最初のウグイスアナウンスが始まる前にほのけが、うん、でも私知ってるよ、二塁と三塁のなんだっけ。大変長らくお待たせしております。それがさ、それが何だったのかわからないまま始まって。そう、あのね、うん、野球について知ってるんだよっていうことをマリコちゃんに言いたかったんだけど、うん、なんかあれでしょ、野球ってさ、うん、9人でやるでしょ。お、うん、で1人がピッチャーじゃん、うん、でもう1人がキャッチャーでしょ。そうで残り7人しかいなくて、うん、でも1塁2塁3塁で残り4人でライトセンターレフトじゃん。おお、あと1人しかいないじゃん。でどっちかにいんだよ、1塁か2塁の間に1人か2塁か3塁の間に1人いんので、理由もね、なんか聞いたの、なんか、うん、あれ左で打つから、あ、違う、右利きだから、右利きの人が打つと左に飛んでくから。あれ左に飛んでくんだっけ、左にこう飛んでく率が高いから、そう、二塁と三塁の間に一人いるんだよっていうのを言いたかったんだよね。なるほどね。ちなみになんだけど、一塁、うん、と二塁の間にもいるんだよね。計算が合わないよそんなの。だっておかしいよ、だって9人しかいない。あれ9人、あ、9人、ほらほらほら、ピッチャーキャッチャーで2でしょ、うん、2で、あの各、うん、あと外野ね、はいはいはい、あーこれこれ、あ、確かにこういう時に役に立つんだこれ。こんな素敵なクッションがあるんですか、はい、皆さん、あ、こっちか。こっちか、わたわた、はいはい、こことここに2人でしょ。そう、ピッチャーキャッチャーで、ここに、大丈夫大丈夫、ここに3人でしょ。1、2、3、あ、そう、ガイア、ガイア、ガイアね、1、2、3、センター、レフト、ライト、ライト、レフトで3人でしょ。で、今5でしょ、うん、で、こことここにいる。ここでな、7 で、こことここで9。え、あ、ここはいらないの、ここは手薄なんだけど。
いやここいないとさ、いやでもほらここ話にならないね。ほのけ先生、ほのけ先生ほらここにいるじゃん、こことここにいるから。でもこことここの距離はこのクッション上は狭いけど、ここはもっと広いじゃん本来実寸。そうちょっと今回のリハスタはちょっとあの実寸じゃないんですけど、実寸で行くとここはかなり広いんで、あのかなり走っていかないとサビに間に合わないと思ってくださいみたいなやつでしょ。うちらがよく言われるやつ、早く早く戻ってください。そう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 、え、うん、そうだよ。え、だからこういるって、うん、ここにもいるしここにもいるんだって。いるわ。でしょ、そうでしょ、うん、うん、いるいる。ダメだって、いるいる、そんな浅い知識でダメだってやってちゃ。実は野球は10人でやるスポーツ、うん、そうなんだ。そう、それはでも見てくれてるファンの皆さんってことだよね。待って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 、キュンプラス1みたいな、あれでしょ、なんか俺たちナインは9人で監督入れて10人なんだぜみたいなことを言いたいんでしょ。監督のこと忘れてた。いらないかやこしくなる。そうじゃん、じゃプラス 2? 違うやばい、いいのいいの、9人やばい、 9人なんだけど、うん、ほのけがいる時だけ特別に10人にする。あ、うん、確かに私もだってチームを乱したくないから、私が入ることによって誰か一人あのグラウンドから出なきゃいけないみたいな事態は避けたい。それはそんなんだったら、え、私出なくていいよ、あんた出てなってなっちゃうから。でも私も本当は出たいから、出たい、9人プラス1、分かった、ほのけ枠としてほのけが出ます。じゃあ9人プラスほのけ枠か。そう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 、あるよね、なんかそういうなんとか枠みたいな、あるあるよ、知ってるんだよ、あるんだから、みんなあるんだよ。そのほのけ枠はだから私以外は入れないみたいなところがあります。ほのけしか入れない、ほのけが休んだら終わるんだけど、マジでこのゲーム。DH ってあれでしょ、うん、うん、大谷さんのためにできた。そう言われると結構あれなんだけど、うなずけないか、さすがにうなずけないか、ごめん。 DH 私のガバガバな知識ね。代表ほのけね。 DH え、大谷さんみたいな、うん、なんか両方やっちゃうよみたいな人のためにできた新ルールみたいなことを聞いた、うん、どっちかっていうと逆かな。あのピッチャーがずっと投げてるんじゃない、ピッチャーって、うん、疲れるんだよね。疲れちゃうから、うん、その時に DH っていうので、うん、あのピッチャーの代わりに打つ人、攻める時にベンチにいていいってこと、うん、お休み期間、攻める時に出る人、うん、だから大谷は攻める時に、うん、いけいけって言っとくってことだ。大谷は、うん、あの守りも打ちもできるから、うん、できちゃうんだよね。そうだから、あ、でも使われてるけど、うんうん、DH で大谷使われてるけど、うん、どっちかっていうと、うん、そのピッチャーが疲れないようにするための、そっか、そうそうそう、あのなんだっけ、代表ほのけ枠。なるほどね、代表ほのけ枠ね。分かってきた分かってきた、うん、いいぞ。知識を得ています、黒木さんは今。ほのけが野球に関して詳しくなっちゃう、うん、嬉しいな。あとはもう実践積むだけ。実践知識だけは今もう完璧に入ったから。ほのけがいるときはじゃあみんな10人ですよ、うん、そう10人でやるんだよ、みんな。そうなんだから、ね、10人プラス監督でやるんだからね、うん、いっぱいプラスがいるんだからね。やばい、ちょっと待って、笑いすぎる。何の話っていうね、ごめんね。苦しくなってきた。私の見栄のためにこんだけ時間を使ってしまったんですけど。いや、もうめっちゃ楽しいよ。ありがとう。いい、ね、あ、汗かいた。今日いっぱいね、お便りいただいてるからね、らしいですね、お便りも紹介していきたいところなんだけど、うん、その前に、うんうん、番組の感想はハッシュタグ長スタをつけて投稿してください、うん、前半のみ YouTube からも放送しております。生放送以外にもいろいろと転がっております。ピッチャーだった。投げた、え、違うから、あのバッティングセンターにいる、なんか、あ、機械。こういううまい、こっから早い、こっから早いんだから。ピッチャーマシーン、やばい、マジで笑いすぎて苦しいんだけど。じゃあゆっくりメールを読む回ですね、今日はね。もう一回水飲んでいい？いいよ。再現度高い、ありがとう、嬉しい。やっぱマイムって楽しいんだよな。マイムって楽しくない、なんかモノマネじゃないけど。え、ちょっとある、他に
レパートリー。なんか見てみたいけど、あったら。確かにね、うん、いやでもちょっとわかんないかもしれない。そう、 うちの同期のモノマネとかしてもちょっとマリコちゃんにはわかんないかもしれないから。あ、同期さんか。そう、うん、みんなわかるかな。わかんない。今度なんか誰かのマイム、やっぱかりんちゃんとかかな。かりんちゃん、ねえそう、ほらおけさ、かりんちゃんのマイム身につけたい。でもかりんちゃんの前でかりんちゃんのモノマネとかマイムすると、うん、え、ねえバカにしてんの。ほらおけさ、なんかたまにめっちゃバカにしてるよね。ドキってして、いや、そそそそそそ、まあ別にそんなことないけどねって言ったらもういないんだよね、かりんちゃん。ええ早い。かりん、あのね、マジでほのけのね、あのかりんちゃんの真似はね本当に上手くって、あのそれこそさ、ライブのあの最後のエンディングとかのね、うんうん、その流れの確認とかをしてる時にさ、うん、じゃあここで皆さんなんか一言とかもし言っても大丈夫ですよみたいな風にアナウンスされて、うん、でなんかありがとうみたいなことを一言言った後に、うんうんうん、バイバイバイ。マジで似すぎてて、うん、私最初かりんちゃんの方見たもん。かりんちゃん、そう、みんながかりんの方見ててめっちゃおもろかった。かりんちゃんが違う、誰誰、ね、誰、今誰、今の誰。ドキドキドキ、似てる似てる、ヒュー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 。ほのけマジでおもろいんだよね。そうなんですよ、現場が一気にね明るくなる。楽しくやってます。そうなんですよ。見てほしい、見ならない口笛。それこそやっぱあのね、この前やってました横浜公演、かりんちゃんいなかったから、あ、もう、うん、そうだね、なんかもういつかりんのモノマネしてやろうかって思ってたんですけど。大阪の違う。そうなんですよ、やっぱ大阪公演だったらまあやってもよかったかもしれないけど、ちょっと横浜とかでやるのはなんかあれかみたいな。え、逆に横浜でやってたらすぐほのけだってみんなわかるよ。そうかな、ほのけ。ツイッターでかりんちゃんとかに、え、誰ってまた言われちゃうかもしれないから。ね、誰、私のモノマネしたの誰。言われちゃうかもしれない。ツイッターで言われるかもしれない。かりんは怒らせない方がいいからね、やっぱ。まあ怒ってるとかあんま見たことないですけど。マジでおもろ、本当に。ゆかゆか、あ、そうそう、お便り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 、やむや、みんな行くんだから。やめや、クールダウンするはずだったのに、そうだよね、ヒートアップしてる。せっかく水飲んでもらったのに。誰から来てますか。はい、では早速いきますね。はい、ドラフトネーム7番サードラブバナーナさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとう。マリちゃん、ハノちゃん、ハマッスー、ハマッスー、ハマッスー。改めて横浜公演お疲れ様でした。 ありがとうございます、うん、この質問はおそらく永井さんの検閲で 99% 弾かれるでしょうが、うんうん、もし運よくすり抜けていたらどうしても黒木さんに聞きたいことがあります。この前置きの時点でちょっと気になるんだけど、堂々とね、黒木さんプロデュースで、うん、永井真理子さんの写真集を出すことになったら、うん、どういうシチュエーションで撮影してみたいですか。うんうん、写真集ほのかに甘い、うん、マジでいいです、ほのかに甘いを絶賛発売中で、うん、大阪での凱旋イベントも成し遂げた黒木さんの視点で、うん、ぜひ永井さんの魅力をプロデュースしてくださいとのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。 1% 当選おめでとうございます。そうね、写真集、マリコちゃんの写真集、マリコちゃんは基本的に、はあ、あの笑顔が素敵でいいところだなって思ってるんですけど、やっぱ本人の好きなことをやってる時とか好きなものについて喋ってる時の笑顔が一番輝いてると思うから、あら、やっぱちょっとこう、え、どこ見てんの。いや、野球、野球、草野球をしてるマリコみたいな、草野球がいいんじゃないですか。あ、いいかもしれない、うん、のいいかも。原っぱみたいなところで、原っぱ。どこですんの、野球って。原っぱじゃないか、原っぱ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 、合ってるよ。そのなんか河川敷のところで、うん、野球してるみたいなところとか、やっぱスポーツドリンクごくごく系みたいな、あ、いいね、感じとかがやっぱり欲しいね。うん、最初の方のページはそういう感じがいいかも。最初の方、あ、そう、で後半でやっぱギャップを見せたいっていうのがはあ、あるから、うん、やっぱ三輪車に乗るとかおくるみを着るとか、どういうことだ。そういうちょっと
ちょっと待って、うん、まるでベイビーのような可愛さを見せていきたい。ギャップありすぎない？うん、え、うん、あとなんかこう学校の花壇にひっそりと水をやるマリコ、うん、なんかさ、めっちゃいい。私の年齢低くない？全体的に。え、うん、子供だと思ってるけど、うん、マリコのことマリコちゃんは子供だよ。そんな、うん、もう大人なんだから。もうピザだって苦しいんだから私嫌な大人の証明きた。油物がきついそれはでも私もそうだからな。カルビはまだいけるんだけど、ピザはダメ。カルビ、カルビはいける。でもピザはもうね、そうなんだ、最初の一かじりがいっちゃん美味しい。まあそうね、ほんとその後がどんどんなんかゴムみたいなゴムではないなんですけど、そうゴムみたいな気持ちになってくるからね。あーおもろい。あー、それこそ焼肉食べるマリコとかいいじゃん。私もね、焼肉食べたいから、うん、焼肉のシーン作ってもらったんだけど写真集でみんなでうまい肉食いましょうやとか言ってめっちゃいいじゃん。でついでに撮りましょうやみたいな感じでそう、とかやっぱなんか食べる、ハンバーガーとかさ、うんうん、似合うと思うし。ハンバーガー、まゆこちゃんビールは飲めるの？ビール飲めるよ。なんかさ、あのビールのさ、うん、売り子さんとかがスタジアムとかにいるじゃん、はい、それをもらってこう飲んで、ここにあ、ヒゲ、ビールヒゲ、うん、ヒゲつけるみたいな。最高かも。そういう感じがあいいなあ、うん、もうこれでじゃあ決まりですわ。うんと、長井まりこ、ここまでこれで締める。あー、いや、いいと思う、うん、プハー、そう、エンド。やっぱ外が似合うなっていうのはすごい、へー、思うなー。嬉しいなー、うん、ほのけの写真集もさ、うん、見せてもらったの。あ、ほんと？あの、うんうん、電子で見れるよね。うん、そうです。なんかね、チラッと見せてもらったらね、はいはい、ちょっとドキドキしちゃったね、うん、そうね、割とね、リアルな感じというか、うん、着飾らない、うん、のほのけだった。そうそうそう、コンセプトに。あの車に乗ってるのってよね。そう、あれはね、あの、うん、女性スタッフさんの私物のカーなんですよ。かっこよすぎるな。そうなの。ちょっと、うん、私は なんか車について全然詳しくないから分かんなかったんだけど、うん、そのかなりメンズライクなかっこいい感じの車なんだね、あれはね、うん、そうだね。そう、確からしい。あれだよね、 これだったよね。こんな車好きな人、違う車好きな人なら分かるロゴ。あ、そうなの。まあ、確かだった気がするんだけど。そう、なんか、うん、女性が乗ってるにしては、うん、なんか渋いというかかっこいいというか、うんうん、あれに機材とか積んで現場に行ったりしてるらしい。すっげーかっこいい。でもなんかお父様とかも車が好きで、うん、なんかその影響でちっちゃい頃からなんか車には興味あったらしい。え、めっちゃいいな。このスタッフさんとちょっと話してみたい。私も車ちょっと好きだから。あ、そっかそっか、そうだよね。話してみたいな、いいな。なんかちょっと写真集の案が出来上がっちゃいました。いや、写真集ありだよ。みんな出せばいいって思った。私自分で出来上がった自分の写真集とか見て、あ、うん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 、なんかあ、こういう気持ちになるんだみたいな、自分のことちょっと好きになれそうみたいな思ったから。あ、素敵だね。そう、だからなんかみんな出したらいいなって思った。なんかみんなの分考えたいな、うん、ありだね。楽しそう。プレゼンしたいよね、うん、え、私だったらほのけどうしようかな。私、うん、そんな、いやー、どうしようかな。 NG 多いよ。おい、多いの？多いのかー、多いの悔しい、うん、いやでもほのけには、うん、逆にもう、うん、一切肌を出さない、うん、おー、なんか今ちょっとコメントにもあったんだけど、レーシングスーツ、うん、でヘルメットをここにこう抱えて、うん、車にちょっとこうこうやって腰掛けてほしい。藤子ちゃんみたいな感じだ。あ、じゃあバイクにしよう。やっぱバイクにしよう。バイク。バイクにし、あのもうピッチリのスーツ。免許持ってないのにドヤ顔で？全然いいよ。全然平気。本当？いいのいいの。確かにそれいいよね。うん。でも逆にめちゃくちゃフリフリの洋服も着てほしい欲もある。そうなんだよ。今回だいぶね、私服って感じの、うん、割と普通の服いっぱい着たから。もうちょっとなんか衣装っぽいの着てほしいですっていうお声もあったりして、うん、なんかロリータっぽいのがいいな。あ、ロリータ NG？ NG じゃないけど、うん、やっぱメイドでやっぱ、あ、そっか、
体力持ってかれてるから。あ、そうか。そうなんです。あ、でもなんかね、クラシカルな、うん、ロリータがいいの、私ほのきに来てほしいの。なんかちょっとこう大人チックな、なんて言うんだろう、宮殿にいそうなさ。あ、にゃるほどにゃるほど、うん、ちょっとこうなんていうの、こう横から見た時に、うん、この腰のあたりに膨らみができるさ、あ、なんかベルサイユっぽい、はい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 、お姫様って感じの、ああいう感じのを見てみたい。いいね。お、第2弾どうですか。いいね。どうですか。レンタル料クソ高いと思うからだから1日レンタルして、うん、だから周りの女性声優全員と撮ろう。あ、いいかも。それで人数で割れば、あ、ちょうどいいかも。そうそうそう、トン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 、いけんじゃない。みんなが買ってくれれば、うん、確かにみんな宮殿貸し切りなんてえぐいで。もうさっきコメントあったけどさ、うん、宮殿で焼肉ってめっちゃよくない。めっちゃよくない。私そういうさ、ちょっとアンバランスな感じのめっちゃ好きなの。良さぶっ壊れてるって。いや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 、お互いの良さ壊れすぎ。いやいやいや、絶対いいと思う。いやだってさ、そんなさ高価なもの着て、うん、食べないじゃん、煙の出るものなんて。食べないよ。そこがいい。いやだからもう常識から外れてるから誰もやらないんだよね。いや行こう行こう、これで行こう、これで固めてきます。なんか化学反応っていい方向じゃない時にもね、うん、全然起きちゃうから、うん、うんうん、いいと思うけど。ほんと、うん、まあマリコがそう言うなら挑戦してみな、私は止めないよ。、うん、でも後で、うん、だから言ったじゃんって言うよ。後から。そうだよ、その練習だけはしとこう。めっちゃいいんだけどな。カシャーンやめときなって。いやちゃんと、じゃあみんながそこはちょっといい感じにしてくれれば、ほのきはそう言わないで済むから。いやそれこそ、まあ、番組の企画とかでねフォトブック出したりする方もいらっしゃるから、うんうん、確かに確かに、ね、クラファンとかも今ねめちゃめちゃいろんなところであったりするから、うんね、みんな出してほしいんだったら、やっぱ熱望してるよっていうメールとか送ってくれれば実現したりするかもですよ。お願いします。宮殿で焼肉。確かに宮殿のタレあるな。あ、あるの。あるあるある、焼肉宮殿のタレみたいなあるんだよ。じゃあそれで食べようよ。うわ、それスポンサー狙いに行く。それ一本釣りしてお金頑張って出してもらおうよ。出資してもらおう。宮殿のいいね。もう調べてくれてるよ、うん、いやちょっと待って、じゃ宮殿のタレの話もしつつ、うん、ちょっともう一つ紹介していい？ヨドバシカメラで買えるよ、焼肉のタレ宮殿。ヨドバシは何してるんだよ。手広くやりすぎやん。すごいね、うん、何味なんだろう。日本食券だね。日本食券、はいはいはい、いいじゃん。へー、あーそうだね、 CM に採用してもらえたらもうそりゃもうありがたいな。マリコがドレス着て、うん、フラメンコとかしてタンタン、あ、違う、それ違う、待って待って、それ違う。タンタン、違う、タンタン、それ違うな、あれだったわ、違う CM だった今。ごめん、危ない、まあ、この段階からやっぱ気にしていかないとね。そうだよ、やっぱ競合他社という存在を。競合他社じゃないんだけど、ね、違う。やめる、行こう。はい。ドラフトネーム、ことなりさんからいただきました。ありがとうございます。永井さん、ゲストの黒木さん、ハマスー。ハマスー。お二人に相談したいことがあります。お今度、うん、妹の彼氏と飲みに行くことになりました。おそらく妹とのこれからについて話をしたいのでしょうが、キラキラしてかっこいい彼氏くんに比べ、影のものである僕は妹のことを聞かれてビビり散らかしてしまうことは間違いありません。どうしたら妹の彼氏くんに対して落ち着いて話ができるでしょうか。できれば彼氏くんが知らない妹の思い出の質や量でマウントを取りまくって、どちらが上かを分からせてあげたいと思います。あ、ご助言をお願いします。仲良くなる気ないじゃんお前。マジそっち系、私と似てるじゃん。すごいぞ。なるほどね、これはお兄ちゃんラブな私たちだから。そうだね、いただいた相談ですな。あ、そうだね。昔話でマウント取るっていうのはありな気がする。効果抜群だと思う。マウントを取るにはやっぱ後出ししないといけないと思うよ。
あ、そうなの？いや、そうじゃない？あんま考えたことがない。だって こっちからさ、だってさ、うん、例えばお兄ちゃんと私になっちゃうけど、ね、お兄ちゃんと結構、うん、市民プールとか夏休みは毎日行っててみたいな話をして、超楽しかったんですよねみたいな言ったとして、お兄ちゃんの彼女に、うん、あ、私たちも最近プール行ってみたいな、あ、なるじゃん。なるほど。だから向こうに先に最近プール行ったんですよお兄さんとみたいな言わせて、あー全然子供の頃それこそ夏休みとか毎日私もねお兄ちゃんと行ってましたけどねってほら、だからやっぱ後出しじゃないと聞かないから経験が終わり、経験が終わりですか。なるほどね。まあやっぱお兄ちゃんは私のものって思ってるからねだからやっぱそう後出し、余裕が大事よ。相談に乗るよみたいな感じで先にやっぱ話させないといけない、うん、なるほどね。これめっちゃいいんじゃない。中を引き裂いてしまうかもしれない本当に。でもほら、どちらが上かを分からせたいんだもんね、うん、お隣さんはね。そうだね。それは、うん、あとはじゃああれかな、うーん、思い出のアイテムとかかな、さりげなくつけておく、なんかカバンとかに。そうだね、ちょっと古めかしいキーホルダーとか 見えるところにちょっとつけとくとか、なんか、あ、それなんか可愛いっすねって言われるようにつけといて、うん、ありだと思う。いや、なんかちょっとこれは妹がなんかどうしてもお兄ちゃんにつけてほしいって言うから、なんか今もつけてんだよなみたいな、よくない？ありだと思う。後出し、そう、後出し、うん、そうだね妹の服着ていけばってちょっとやばいだろそれはそれはちょっとエグいな。またら、ごめん、ちょ、野球のコメント見ちゃったわ、そっか、ちょっと待って、野球はちょっと置いとくわ。いや、いいよ全然。え、マジ？ったって。え、何？逆転してる今、もしかして。グラスラって何？ホームラン。え、グランドスマッシュあ、グラインドスライダーグランドスマイル、グランドスマイル、うん、覚えて帰って。グレートスマイルかな。グレートスマイル、うん、めっちゃ笑顔ってことそういうこと。鬼笑ってるやんってことわたらい、はい、鬼笑ってるでっていうコメント感じゃん。わたらいが鬼笑っちゃうぐらいいい展開になってるよ。そういうこと、そういうこと。なるほどね。ほのけもグレートスマイルしてってこれ赤ちゃんの笑い方待ってもね、口角痛いんだけども。私よくさ、こうやって笑うんだけどさ、そしたらメイクさんに最近お子さんが生まれて、うんうんうん、0歳なんだけど、なんか、いや息子の笑顔に似てるわって言われママママもっとまつげ伸びないかなって言ってほのけはね、いるだけでマジでね現場の空気が一気に明るくなるから、いや本当に赤ちゃんなのかもしれない。好きなこと喋ってるだけですよ赤ちゃんありがとう、うん、そろそろね、前半終了の時間なんですよ。あ、赤ちゃん、そうなんですか。あっちゅうまやね。あっちゅうまなの、うん、ですね、はいはい、番組公式タグは先ほど言った通り、うん、ハッシュタグ長スターです、うん、この後は間もなくハマっ子限定のナイター放送です、うん、皆さんよかったら後半も遊びに来てください。全員来て全員来てください。全員来てください。来てください。では再開までちょっと待っててね。バイバイ。